ちゃん現地部のイケンジンです。というわけで今回も、まあ、若干久々に始まりました仙台実践バラエティイケンジンね立っててみましたと、この番組はですね導入1週間以内の解析の出ていない最新技術でガチ実践を行い私の独断と偏見で設定差はこの辺にあるんじゃねえかなーつーのをですね、言い当てちゃおうという無責任な番組となっております。はい、今回で第28回ですかとなるわけでございますが、今回実践する機種は、まあ、非現人にやらせてみましたね。前作お世話になりました、チャキーンですね、究極 V モンキーということで、そうパチスローモンキーターン2、こちら。まあそんなパチスローモンキーターン2を実践する今回のホールは、今回もか、おなじみですね、はい、この外観でございますから、そう今回もパールショップともえ成田店さんでございます。はい、なんとですね今回ヒゲ歌史上最低のものが一つございますそれはですね収録前までに勉強で費やした実践時間でございます、何個かですね何日か実践する日をですね設けていたんですけども、ちょっと急なスケジュール変更がございまして、今回深夜実践1回でしょ、あと夕方から打ったの1回のみのなんと2回のみということで、ですが、バチスロモンキーターン2、まあ、前作とですね基本的にゲーム性はほぼ一緒でございますので、なんとか説明の方できるんじゃないかと思います。それよりも心配しているのが、まあ、どんな結果が見せれるかですよね。前作から AT になったことで若干波荒くなっておりますので、まあ、できることなら本気のですね代名詞でもあるベイモンキー、これをスランプグラフでバシャッと決めてみたいと思います。それでは見事なベイモンキー決めるために早速実践いってみたいと思います。ベイモンキーシャッ。さあそれでは早速実践の方開始していきましょうと、まずは基本的なゲーム性の紹介になりますが、本機は AT と AT 機になったんですよ。 SD ラッシュのみで出玉を増やすタイプの機種となっております。で SD ラッシュの当選形機は主に2つ、1つが前作同様規定ゲーム数の消化、あとはチャンスゾーン懲罰チャレンジによる自力当選、メインは規定ゲーム数ですね。で規定ゲーム数を司るライブモードは通常 AB 天国の3種類、天国だったら実戦上128ゲーム以内の SG ラッシュ当選が確定すると。まあ、各 AB ごとのゲーム数の振り上げ等は現在全くかかっておりません。モンキーターンでございますから、その辺が分かってゲーム数が狙えて、そうすると立ち回りがかなり有利になると。で内部モードの移行は、SG 終了前になってますんで、前回の滞在モードを参照しません。これも前回同様です。天国は今回もそこそこだから行きます。実は3回に1回ぐらい行くんじゃないですかね。この辺の、モードの振り分けに設定差があるんじゃろなと、まあ、前回と同じところで設定差があるのは多分ね。で天井が、A の天井がキュッキュッキュ、 B が700でしたっけ、704だっけ、さあそしてただいま引いたのが弱チャン攻めでございますが、特定薬を引いたので通常時の打ち方の紹介もさせていただきます。今フラッシュしましたね。通常時はいずれかのバー下にチェリーついてますんで、
このチェリーを枠上から中段に押していただいて、下段にバーが停止したときはフリー打ち、枠内チェリー停止したときもフリー打ちの OK です。でボートが枠内に停止したときだけ、まあ、右フリーで、ボートがテンパったときだけ中リールにボートを狙ってください。ボートに強弱はございません。ボートまで滑って外れれば強チャンスでございます。まあこの連続エース成功すればチャンスゾーンの懲罰なんですけども、チャンスパターンがなければほぼ当たらないんで、あ、チャンスパターン出た、ハマさんが出ましたね、あ、やった、当たりました。ちょっと説明が飛んでしまいますが、37ゲームチャンスゾーン、当選経験はチャンス目ですね、弱チャンス目。さあというわけでちょっと話は飛んでしまいますが、チャンスゾーン懲罰チャレンジの説明をさせていただきます。前回は1種類でしたが、今回は3種類プラス前作を模擬た旗のバージョンを合わせて4種類ございます。でまずは3種類から自分で選びます。1つ目ガモチャレンジ、リプレイ以外の子役を引いたらチャンスで、最後までに貯めたポイントで抽選。でえのきチャレンジ、こちらは1ゲーム固定、はい、こちら道具チャレンジ、10ゲーム以内にリプレイ3連させれば、SJ ラッシュ。まずは基本のガモーチャレンジからいってみましょう。リプレイ以外引けばよろしいと。いきますよ、はい、アップが出てるときは、リプレイ以外のチャンス、そうですね、リプレイ以外だと何でもポイントがアップします。貯めていけば貯めていくほど SJ ラッシュ当選期待度が高いと。こういうふうにあの勝手がない場合はちょっと寒いですけど、それともとりあえず今上がりましたね、はい、あ、またリプレイ以外、リプレイ以外全部上がります。リプレイは上がらないことの方が多い。あ、リプレイセイラライツ、はい、セイラライツ得点役をいけばもちろんチャンス、はい、せいせいらない、順調でございます。もう当たるんじゃないですかね、もう緑見えてきます、こそこチャンス、赤までいったら結構超ハイチャンスです。あ、目開いた場合これ得点役いける可能性高いです、はい、で追加まで滑った、ボートまで滑った場合右フリーで OK で、テンパったら狙ってください、はい、ドーン、多分当たりますまだ当時2本、はい、赤なんですよ、はい、あとでここ開きますから。さあというわけでめちゃ順調、947ゲーム SG ラッシュ当選と。さあ難なく AT に当選してしまいましたが、一つ説明の法則ですが、設定変更時、設定変更時は設定変更用のライブモード、特殊なモードにいて天井が最大500になってるっていう話でございます。今回はほとんど売ってませんので、うちのコシさんのほとんどの情報が受け売りになってます。なので朝一設定変更後はチャンスと。さあそれでは SC ラッシュの紹介をさせていただきます。今回 AT になりまして、順増の方が1ゲームまで 2.3 枚、1セットが50ゲームプラスアルファ上乗せですね。でこのラウンド、この時に出てくるキャラで今回も多分内部のテーブルの下を行っていると。で AT 中は特定役整列時に直乗せ抽選と、あと上乗せ特化ゾーン全速モードですね、こちらの抽選をダブルで行っています。でそちらの AT は上乗せで伸ばしつつ、さらに継続抽選で、そのセットごとに継続率が異なるテーブル式となってます。もう前作同様、
ジャクチェリ、ジャクチェリでも結構乗ります。ちょっと弱いですよね。続けば続くほど熱い連続予告ですが、お、乗った10、ジャクチェでプラス10、あ、美味しいですよ。当選率とあと乗せるゲーム数の具合も前回同様、今日チェリーは実戦上乗せ確定ですけども、ゲーム数少ないです。ボートは乗りづらいけど乗った時は、でかいですよと。でチャンス目は、全速のチャンス、弱チャンス目で10だった場合、今回も実戦上は全速確定でした。な感じでございます。説明は至って簡単、難しいことは何もございません。ただし全速も今回さっきの懲罰と一緒で選べるようになってますから、それ入れたときに紹介しましょう。でこちらの、消火中に起きる演出で継続の期待度の示唆を行ってますが、前作よりは継続の示唆は、まあ、出にくいと思っていいと思います。まあ体感的にあとね、継続はしづらくなってると思います。乗せの方に特化したと思っていいんじゃないですかね。若干乗せ寄りになったかな。あくまでも僕の主観でございますので、間違ったらごめんちゃい、どうもごめんちゃいっつって、うん、オリジナルです。お、エピソード入った、エピソード今回、これ今回から入った演出なんですけども、まず継続か確定です。実践上でございますけども、あ、違うわ、これ疑似連だ、チャンス目いたんですね。勘違いしました、すいません。乗せのただの煽りです。はい、というわけでチャンス目で30、おいしいな。さらに全速ないか、で先ほど間違えたのが一応エピソード、各対戦キャラごとに対応したエピソード全部存在するんですけども、帯、金色の帯が出ます。まあ、多分引きますから、出た瞬間に継続か確定プラス、なんだろうね、一応次のセットで全速にそのまま入ったことがあったんで、まあ、全速の期待のある煽りなのかな。ちょっと説明がやっぱふわふわしてすみません。多分全速の抽選プラス継続確定なんだと思います。だから予想だと次に継続が確定してる際は全速の抽選も行われるのかな。今回もアナウンサーがカコちゃんだだけ激アツです。で今回カコちゃんでも特定役の人の場合もあるんですよね。カコちゃんで得点役じゃなければですよね。継続の期待度が大幅アップ、引いた子役2分の2で乗ってますからね。こんな感じで乗りやすいです。はい、そしてこれもいいですね、説明しやすい。逆押し V を狙い、 V が揃ったらまず継続確定、シングルラインだったら継続確定、ダブルだったらプラス3桁以上の上乗せと。でカットイン、青の男バージョンと赤の女バージョン、そして今回もう一種類新しいのがあるって言われてます。それは今回これの外れた場合の復活パターンもあります。ないよ。お、何引いた、ボート、乗った、3分の3だ。ボートは30ゲーム以上乗った時確定ですから、一応これミニマムです。惜しかったね。で今回上乗せも直乗せした場合、これだけじゃなくて後追いでもう一回もう一回って乗る場合ありますんで、あー乗らなかったか。お、2ロック、
普通まで行ったらそこそこ暑いです。これはチャンス目だな、はい、はい、オシジュンナビが燃えてるパターンはこれもらえ何かがもらえてる前兆の鍛えたアップのパターンです。はい、チャンス目で10、すなわちそれ、はい、全速モードと絶好調。さあというわけで上乗せの全速モードでございますが、今回若干変わりましたね。さっき言った通りまず選べます。まあ停止ボタンで選んでレバーオンで回します。後の上乗せするまでの継続が確定すると。なので特定枠引いたり上乗せたら特定枠引かない限り続くと。で青千葉の場合はゲーム数が確定してますが、レプレイで乗ると安定型。アリサ一発1ゲームだけです。10ゲームオア3桁上乗せ。ああ勝手に動いちゃった。当然期待度はでも 40% くらいあると言われてます。くそー、これちょっと聞いたことあるフレーズなんだよね。男なら黙ってて本当かよ。ドーン、ダメだよこれ。10なんですよ、選んでねえよ。まあこれ選ばないとなんだ、まあ秒数で勝手に選ばないですね。もったいな。これ冗談転売でもこれ強チャンス目です。はい、強チャンス目は乗せ確定じゃございませんでね。これ出ちゃうのサンプル上ではございますが、僕が取ったデータじゃないですですけども、子役に設定差がございました。珍しいパターンです。強子役は高設定音出やすいで、弱子役が低設定音出やすいと。弱チェトボードがね低設定音出やすかったのかな。で強チェリーと強チャンツメが高設定ほど出やすい。一応教えてもらった情報は携帯に出てきたんで後で見ておきましょう。お、キャラとしてはアリサはチャンスパターンですね。チャンスキャラ、チャンスの2個まで続きました。3つまでいけば結構熱いですけどね。だいたいここで発展すると。そしてここでさらに特定薬弱愛乗せましたと。これ今引いたジャックチェリーなのか、さっきのチャンス目なのか、多分チャンス目ですね。2ついったからもしかしたら乗るかもしれないですね。乗っても多分10でしょうけど、あ乗った20でかい。弱チェで20、まあ SE ラッシュの子役での上乗せ、当然レーテルには間違いなく設定差ございません。全設定共通ですので、1だろうか6だろうかこのでかいになります。でこのゲーム数を消化した後に突入するのが、あ残ってましたね。チャンス目引いた、あの告知ゲームで引いた多分ジャクシェリーですね。よう乗るな。1セット目から190ゲームってはっきり言っていいですか、不安です。192ゲームで、ゲーム数を消化した後に突入するのが SG レースですね。はい、このレースの枠順による期待度もほぼ前作同様だと思ってください。だ今回は、まあ、かもなく不可もなくですよね。だから青島、この浜さんあたりが1、2、畑野が前にいればいるほどチャンス、いつもと一緒です。えのき道具地あたりが前にいるともう絶望でございます。でガモさんが一番人気なんで、うん、まあなくはないかなっていう、そんなチャンスではないと思います。前回のはもう勝利確定パターンとかあったけど、そこまで僕は覚えてないです。
で、このレース中の展開も非常に重要です。はい、ここでカットインが出るか出ないか、まず出ない、と男女ですよね。お、得点枠引いた。そしてここレース中に引いた得点枠、上乗せの抽選ではございません。これが継続確定してない場合は継続の抽選、そして継続確定してた場合はバカンスモード、次セットの継続確定した状態で抽選が行われます。ジャック、えのき、あ、割り込みありましたね。もちろん割り込みは発生すればするほどチャンスです。あ、今日これは熱いっす。もし継続確定してた場合だったらバカンスのチャンスです。前作でどれくらいだったっけ、今日中で 25% か 20% くらいあった気がします。ごめんなさい、あんまり覚えてないです。あんまりいいパターンじゃございませんが、おお、あ、強茶詰めも引いた。これはこれはもらったんじゃねえか。で最後、あー、ここの真ん中のエフェクトの色、ここ赤だったらかなりハイチャンスです。ここ結構前回でも重要でしたね。でも弱茶引いて強茶引いて強茶詰め引いてますから多分大丈夫だと思いますけど、嘘だろ、もったいなすぎるでしょう。うわ、ここも今回ヘルメットにあのロゴも、そして V が出るモードの下パターン一緒です。 V が出た場合は、天国が濃厚、ほぼ濃厚で、ロゴが出た場合でも天国期待度アップでございます。まあでもこんだけ続けばいいですよね。201ゲームで復活パターンあります。レバーオン、そして第一停止もあります。あんだけいったら期待するよね。ほらー、そりゃそうだろう。野口元から継続した、もしくは強調で継続してその後の強調集めてバカンス当たってる可能性もある。さあバカンス状態、あ、なしこちゃん、まあ終わってて、さっきの公約で継続抽選当選した可能性の方が高いと思います。まあ各セット数の初めにレアキャラじゃない高継続が期待できるレアテーブルの可能性がアップします。これも前回同様だよね。で全部最後まで全制覇グランドスラムした場合は次回天国が確定、クリア得点今回もございます。今回でもグランドザーブきついと思います。早いな今回、上乗せなし、まあ、普段はこんな感じです。さっきのは続きすぎです。ドン、あー、まあまあじゃないですか。浜さんいて第 3番人気ですから、1番がえのきなのか気になりますけど、もしかしたらめちゃ期待度の高いパターンだったらすいません。出ない、ハマヤン、ハマヤンカモン、あー、これは危ないんじゃないですか。ドン、この時点で畑野だったら確定です。継続か、もうあとここ最後次第、エフェクト赤が出てくれば、前回だったらそれだけで5割ぐらい期待度あったっすからね、確か。なしこちゃん、まあこれはほぼダメですよ。はい、これ復活も多分ないです。241ゲーム550枚、ロゴなし、これ多分終わります。はい、
こんな感じのゲーム性となっております。いやー、いきなりちょっとびっくりしましたね。続いては通常ゲームで、まあ当選のメインとなるゲーム性からの当選が見せれればと。でさっきすぐ当たってしまいましたけども、ゲーム数での煽りはですね、天国ゾーン128、まあ幅間違いなくケツのところで出ます。1ニッパーのギリギリの全長が最大多分32だと思います。そこでゲレゲレって出ます。それ以外で出た場合はすなわちこれ大チャンス、実戦上も結構な確率当たってるとコシさんが言ってました。お、クッピー強チェリーですね。強チェは懲罰の期待度はそこそこありますけどね。頼む、うん、赤チラシ、またチャブ台で青か、これ弱いな。カット、あー一人か、これ無理ですね。外しました。ちなみに本戦長中に特定役を引いて懲罰に当選した場合は潜伏します。デーティ終了後に出てきます。お、2人いるからチャンス。一回ストーリー渡ってもう一回やってこれあります。あ、マジ熱い、今回のストーリーエースで一番熱いっす。青島がポンすると期待だ。さあどうでしょう、今が90ゲームか。ドドドドン、よっしゃー。さあということで強チェリーで91ゲーム懲罰に当選。今度はじゃあ独自しましょうか、これリプレイ3連スむずいっす。俺このリプレイ系がめちゃ苦手、もう思い出せない前回を。はい、こーセーラライ、あらーもうセーラライ、もうむずいセーラライ、セイセイリプラライ、もう無罪リプラライ、リプラライっと、おいしょい、あと一個ですよ、頼むぜピシャンピシャンリプラライ。おドドン、あーもうラスト1ゲームで引いた場合もリプレイする限りは続きます。もう無理です、もう無理です、はい、こういう感じです。鬼の一番苦手なタイプ、もう今最後でごめんなさい、二度と選びません。102ゲームでチャンス、これは全ゲーム制での前兆です。103ゲームで優勝モード、ユースモードは前作同様全長下のステージ、ステージってのかな、ゾーンか、だからユースにいっぱい入る場所が俗に言うゲーム数での、期待度高いゾーンだと思ってください。だから1リッパ手前、やっぱ熱いっす。オーラの色が上がれば上がるほど期待度がアップ。でこの下に出てくる文字の色、赤文字もかなりハイチャンス、特定役じゃなければね。
黄色まで行きます。赤になったらベラボーに鍛えて上がります。すげえ弱いです。前作だったら優秀に突入してから何ゲームで発展したかで、まあ、大体こう期待度のめっちゃ低いゲームが2つありましたよね。今回それがあるかどうか私実戦まだほぼやってないので分かりません。ここまでよう行くんですよ。次回予告熱い。多分出た瞬間で9割ぐらい行きたいなと思います。というわけでこれは1、2杯内の当選だったら天国と、こう設定ほど天国の売り上げは高いと思います。偶数かつ高設定って言った方がいいのかな。だから何回当たり引いたうちの何個が天国だったかを数えていくといいかなと。今回から新たに出た敵ですね、犬飼さん。期待度といったら中くらいで、新しい人が増えたんで、人物別の期待度を画面に出していきましょう。魔王島が一番熱いのは変わってません。犬飼さんがちょうど真ん中ぐらいなんじゃないかな。でキャラの割り込みが発生した場合は期待度アップ、割り込みが2回発生した場合は勝ち確定と。で割り込みが発生する場合は強パターンしかございません。攻撃が弱パターンじゃ割り込みはないと。強パターンで割り込み、これで割り込みなし、これまずいじゃないですか。でも4ゲーム目、まあでも次回予告絡んでますからね。だよね、はい。123ゲーム当たるときは大体天国でもこの結論部分です。天国いただきました。さあどうでしょうか。本日当たった2発目は、お、まあ、新聞記者の名前忘れましたけども、普通の競艇選手じゃないから、まあ、レアキャラの一つだと思います。前回なかったですよね。いやー期待しましょうよ。早速出てきた、出たがりだな。そうですね、今回初めて出ました。継続の示唆だと思いますけども、今度は乗せじゃなくて継続するとこ見せたいですけどね。5セット目ぐらい、まあ、V ゾロイドの継続を見せたいです。でさっきみたいに乗ったら伸びは少なってるんで、今回その分もちろん駆け抜ける可能性も高いですよ。じゃ前回よりはねだいぶ波は激しくなったと思っていいんじゃないですかね。設定推測に関してはかなり難しいタイプと。頼むぜよ。いやーもうでもこの出走順が一番大事ですから、ね、ああまあまた微妙な一番じゃないだけいいですけどね。そろそろカットインくれ、際どい、出ず、攻めて道口、うわ絶望、あ来た、もうここ次第ですよ。
頼む。よーし、赤赤赤赤なら期待しましょう。ドドンパン、オラー、初めと最後が大事です。犬飼さん、前作のテーブルで言うと、例えばあのキスセットが危ないパターン、グースセット目が危ないパターンとか、まあ、全部 50% のパターンとかね、その辺は今回どんなテーブルになってるのかは分かんない、気になりますよね。あれ推測しながらやるの楽しかったですもんね。まあ究極 V モンキーが出た、 V モンキーが出た時はもう勝ち確定なんですけど、究極 V モンキーが出た時は次回の継続率が何パー以上とか今回もあると思います。それでテーブル下するのが面白いんだな。お、1今日チャンス目、ジャック3つ一丁、あー2つ、これ結構熱いやつなんですけどね、さっき失敗しましたけど、はい、乗りました。おー、でかでか、いや、完璧に今日乗ってますよ。スタッフ、これ早く帰れます。これ今日のはね、初めにポッと燃えた燃えかすになって落ちていくパターンではないと思います。これこのまま駆け抜けますよ。だからこのまま駆け抜けて普通の V V 落下する可能性ありますけどV 落下っていうぐらい上がる可能性はあります今、まあ、でもまだまだ終われないですよね。全速の3種類全部見せるのプラスバカンスは1回入れましょう。あとは全速3種類が全部もらえる鬼足ってのがあります。まあプレミア的な上の特化ゾーンでございますけども、それはきついかな。おお、ダブル、マジか。今日継続確定プラス3桁乗ります。わー、ほほ、マジか。今分かったことは、帰りの事故に気をつけましょうと、そういうことが今分かりました。もうこれも一つのプレミアぐらいだと思っていいですよ。2000とかじゃ引かないと思います。わあ、びっくりした。夜背景は継続確定です。あとは、ボートが青島になるパターンも継続確定です。でこちら継続確定した状態だと、この後に出た V を狙いカットインは出た瞬間に前作同様ならダブル揃いが確定します。いやー、もうこれ箱使っちゃいましょうよ。こんな序盤に箱使った記憶ございますか。何かが起きますよ今日は。で先ほど言った継続確定した時のカットインはダブル揃いが確定するだろうというやつの補足でございますけども、シングル揃いを引いた場合は落ち順ナビで揃わないようにしますんで、中押しのリプレイナビが出た時はもしかしたらシングルを無駄引きした可能性あります。まあ豆知識です。ゴーグチ、お、弱性で20、大丈夫今日。なんですかこのすごいドキドキする、えも言われる、なんだろうこの不安、うわなんか気持ち悪くなってきた。どうしよう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 、まあ、継続確定してるんでバカンスのチャンスでもあるんですよね。このレース中に、まあ、強チェとか強チャンス目とか引けた場合が次回がバカンス突入の可能性があると。で2セット目以降は30プラスレースっていったじゃないですか。バカンスの時は40あります。40は80です。レースがないんでね。だ要はレース中は40は80ゲーム限定の上乗せ抽選が行われてと思ってもらえればいいんじゃないですかね。
さあ、というわけでダブルゾロに出たのは今のところボート1回ですか。ボート1回マジか。まあまあこれぐらいがちょうどいいですよ。このいけなかった子役をこのレース中に固めていいってバカンスだよ。このパターンですよ。こういうことですよね。勝つときはこういうパターン、青島、浜岡で畑野が3番に来て、これはかなりのハイチャンスパターンだったわけですよね。畑野が1位だった場合は、その時点で当たり確定と。青島当たるでも勝ちだったっけ。熱いパターンいっぱい出ると思います。はい、女パターンですね。あれで外れるとほぼないもんね。で、青島は今回も勝ち確って引いたよ、得点役弱チャンス目。はい、なのでここは今2つチャンスですよね。全速プラスあとはバカンスの可能性。畑野バカンスはありませんでしたが、これは全速がついてると思われます。プラス10で、はい、全速。さあ、というわけで今度は何を選ぶか決めてみましょう。まあ基本となら畑野に行きましょう。さあ、クショだ。これは上の手に当選するまで続くと。得点欲引くなと。さっき100何ゲーム引かなかったんで、あれだったら100何ゲームまず続くってことです。それプラス最後に引いた得点役でのを乗せと。引き次第では無限の可能性を決めた、全速モード。え、あ、セーフ。焦るわ。あ、ちょ、あの共通名は大丈夫ですよ。おい、セーフ。まあ基本は特定役の勝さんで30兆分の1でしょうから、30続いてくればいいんじゃないですかね。プラス上乗せで20ぐらいもらえりゃ、まあ、大丈夫でしょう。はい、セーフ。これ自体で毎ゲーム上乗せしてと思ってくれればいいですよ。乗らなきゃ永遠に終わらないんで。で、俺はこの畑野結構好きなんですよ。30経過。まあこれで押し込むことはなしのゲーム数になりました。あといつ引いてもいいです。これで上乗せして終わりです。ジャックチェリー引いた子役としては弱かったですが、プラス20いただきました。というわけで結果32ゲーム継続プラス20ゲームなんで、実質的には52ゲームの上乗せと変わらないですよと、はい、あ、しかも継続確定します。またバカンスチャンスですよ。あ、下。さあ、今日初めて出ました。映っておりませんが、カメラさん映ってないけど一回下にしていただいてよろしいでございましょうか。こちらレバーオン時に1回パネルがチカチカとこう点滅することがございます。これ激アツです。 OK ですか。そしてこの辺青島の温泉水自体も熱いので、まあ強チェリーはほぼ間違いなし。ジャック逆に熱いです。まあ乗せは間違いないです。
はい、自由まずないか、まあ、乗せ以上が確定に、ほぼ確定濃厚だと思ってくれれば、レバーオンジのパネルフラッシュ激アツ、これ覚えててください。こちらも言った通り継続確定したレースでございます。まあこれはかなり危ないパターンですね、普段だったら。いや、最も危ないパターンですよ。ここで出た、はい、こちらが継続確定の V モンキー。これが究極 V モンキーだったら次回が多分、次回だったら何 ?60 倍以上だっけ。名前が出てこないです。イケメン、格好がちょっと違いますよね、スポーツの格好。なんだっけな、イケメン、思い出しました、塩崎さんですね。塩崎さんの スポーツと、ここでレースSG4 戦目でございます。オーシャンカップ、いやー、これダメパターンですよ。チャンスパターン1個もなし。ダメだ。あ、そうだ。でも結構続きましたよ。4セット412ゲーム、そしてロゴありでございますから、今回復活は、ああ、そりゃそうだ。お、1ゲーム目ロゴありだと天国だけじゃなくてモード B の期待度も上がるんだな。前作通りだったんだね。マック1出ましたね。マック2、マック3、そうか、ゲーム図読み上げなくてもここに出てるんですね。さあ、というわけでこういう感じでケツにですよね。毎度前兆が出ます。お、強チャンス目ここで来ました。塩さんイケメンっすね。106ゲーム、これは強チャンス目での懲罰な可能性もするんですけどね。7ゲームぐらいなのか、で7か 10最高15ぐらいなのかな、懲罰の場合は。あ、普通に引いたんだ、ジャクチェ。あ、そうですね、2人ですよね。さらに人が、はい、増えた。あ、これもらいました。ゲーム図での前兆がガセでしたことがこれで確定で、懲罰に強チャンス目から突入ですね。115ゲーム強チャンス目ってことは、あとやってないのは A の一発告知ですね。これだね。これはもう1ゲームこっきりです。このレバーで全てが決まるよ。セイラライデリア、目が開けば、目が開けば、開いたーってことで、はい、これで SG ラッシュとノリノリです。いやー、ほんと最高パターンですよ。だってここで懲罰入ったってことは天国否定したわけでございますから、そこできっちり当たったらどこまでハマるか分からなかったわけですからね。最高なとこ立てましたよ。
つまんない。分かってますよ。待ってください。街道界のドボンキングの意味は盾じゃないですから、そろそろ駆け抜けドボン見れますから大丈夫です。こんなね、朝一の絶好調なんて道具地家のスペシャルペラと一緒。もうね、短時間しか持たないから、すぐ下手るから。さあ、とりあえず何事もなくここまで駆け抜けました。お、3番人気で1番が浜岡なんで全然ありえるんじゃないでしょうか。頼む、浜やん割り込んできてちょうだい。あー、ぷい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 、あーが、安心してください。ここからいつも通りの悲劇でございます。駆け抜けました。大体こんなもんですから、ドドン、はい、これが続くと危ねえんですよ。お、暑い、今日チャンスね。発注ならゲームなあなあ、8。さあ、というわけでチョークで乗馬チャレンジの告知が出ました。96ゲーム、そうなると全部やったんで、まだ成功してないのは道口か、成功するまでやろっか、苦手なんです。やめましょうか。あ、怖い怖いよ、やだ、やっぱやめよう。ビビってんじゃねえよ。これを乗り越えなければ今日先がないと思います。あれもったいないな、リプレイ。チャンス目、あ、2個止まった、あとリプレイだけでクリアですよ。いらない、あー、もうセーフ、いらない、あー、くっそ、もうやっぱもう二度と選ばない。説明するの忘れてましたけども、懲罰チャレンジダメだった場合、引き戻し抽選も行われております。その場合はすぐにもう一回懲罰に入ります。引き戻しは実戦じゃそんなでっかい設定差見て取れなかったんで、全然共通なんじゃないですかね。若干6の方が引き戻しは多かったですけど、言うほど目立った差はなかったんですよね。 20% 絶対ないと思います。実戦上は 13% とかそんなになったのかな。1、2、1波起こしたら初なんですね、これが。1、2、1波を超えた後のゾーンなんですが、現在まだ詳細不明。まあでも2頃までにガセでも全長の入った場合はモード B 天井の700ちょい、あれを越す機会が極端に少なかったんで、まあ、B が可能性高いのかな。でもね、前回ほど突出してここが当たりやすいっていうゾーンがそんなになかったんですよね。前回でいうと次が2頃から380でしたっけ。なんとも予言通りにはまってまいりました。1、2波を超えてから流出モードに1回も入ってません。なので今 A なのか B なのか一切分からない。お、言ってるそばから始まりました。300のケツの部分です。
優秀ですね。360、ここで5ゲーム。絶望。これ優秀を経由しないでレースに入るパターン結構熱いっす。やべえずら、これ全のまであるぞ。いや永遠に天国で当て続けないと増えないんですかね。まだ400兆しか余ってないですけど、さっきあれだけ絶好調で出してた目がもうほぼなしと。超えたよ500。どこまで来やんだよ。ねえ、なんだって、なんですか。天井を説明してない、分かってますよ。行きましょう。じゃあこれ、じゃあスタジオ目の朝一の絶好調だったスタートダッシュは天井に行くための貯蓄を貯めるためのものだったと。さよならですか。 ありがとうございます。お優しいですね。さあというわけで前兆の折りが始まりました。520、525。ああし、もう一個絶好調。お、青島、これチャンスパターンですよね。あるか、あーるくさい。よーし、もう一個上がれ。オッケー。うん、お、強チャンスね。537、強ボタン割り込み、割り込み、来たー。塩さん、これはもらったくさいな。そして今日またもらったくさいです。はい。アブネッペ全のまねだけは免れました。541ゲーム、ゲーム2での当選というわけで、その前に言えた今日チャンス目はもし当たってたら次に懲罰も持ち越した。よいしょ。まあこの SJ ラッシュが今日の調子を占う分岐点になるんじゃないかと、そんな予感がしております。さあよろしくお願いします。行くぜ。お、アリサカウボーイ、これはそこそこいいテーブルに期待していいと思います。まあといってもこれでも結構さっくり終わってますけど、僕、まあ、前作でもアリサは高テーブルの下キャラでしたよね。どこで出てもチャンスですから、完璧にスプリンターですよ。もう最短距離駆け抜けましたよ。うわー、最短駆け抜けた。うわあ、まあ、これが逆なだけいいのかな。いや、ダメだろこれ。なんか出なきゃほぼダメですよこれ。あー、出た。これでだけでだいぶ違います。よーし、
V モンキー、ああ、頼む頼む頼む、当たらない、ああ、今日ダメかもしれん。駆け抜けました。復活あるかもしれませんから、ロゴもあるし、せいらない、嫌な空気が流れてきたぞ。流れを断ち切るために一旦ランチにしましょうかね。というわけでここでランチ。さあ、それでは現在の途中経過のご報告させていただきます。現在ですね、通常ゲーム自体はほとんど回っておりません。まだ831ゲームと、で AT が753ゲームということで、総ゲーム数がまあ1600ぐらいで、 AT 自体が初当たり4回も引いてますからね、207.8 分の1と非常に優秀じゃないでしょうか。ですが当選ケーキの方がチャンスゾーンが2回で、ゲーム数も2回あるんですが、うち1回が天国で、うち1回がそれ以外のモードと。だからまあ朝一のリセットモードは抜きとしても、3分の1で天国に行っているという状態かな。まあこれはまあ設定値でもだいたい実戦上3回に1回ぐらい天国行きますんで、うーん、なんとも言えないかなという状態ではございます。そしてチャンスゾーンの方ですけども、現在が831ゲームで5回だから 166.1 分の1か、2分の1、まあ、これもそこそこ入っている方だと思いますと。でチャンスゾーン自体も最後にちょっとミスりましたけども、現在5分の2で成功ということで 40%、 もうこれも理論値通りにはなってるんじゃないかと。まあ、今回いいとこは初期投資がまだ2000円というところですよね。ただその後ダラダラしておりますので、まあ、この後どういった展開になるかまだ読めないと。まあ、基本的なゲーム性の方はこれで紹介をし終わっているんですが、あと見せなきゃいけないのはこうやって一撃出すんだよってところでございますよね。はい、というわけで後半戦はその辺を見せれるようにイエちゃん頑張りたいと思います。現在ね、まあ、微妙だな、V でもなんでもねえな、なんだ、多分この後飲まれるから多分筆記体の V だったんだろうな、こうなりますんで見事な VT スランプを作ってみせますのでお楽しみくださいと。それでは後半戦行ってみたいと思います。レッツラゴーと。さあ、それでは後半戦もスタートしていきましょう。これがまず天国であることに期待、のらりくらりした本日の陽気と同じような展開ですね。ぶっちゃけどこにも大はしゃぎするような場所が今のところ起きてませんから、 V ダブル揃いぐらいか。お、ここで前兆が起きるのは熱いですよ。どうチャンス目35ゲーム、うん、今日チャンス目引いて懲罰な折りなしってのはまあないもんね。はい、こちらの前頭が優先されましたよ。44ゲーム、しかも言った通り1連覇の最後のところ以外で前兆が始まったときは激アツ、激アツまでいかれか、ハイチャンスで、それに懲罰の折りが起きてないことが加わって、これは激アツ。あれ、いつの間に黄色になったっけ、あれ飛びで黄色だったのか、すいません、ちょっとぼーっとして見てませんでした。巻き戻して見てみてください。普通に2回上がったっけ、はい、チャンスパターン発生、まあ当たりますよ。
向井畑の3連続型のなんじゃない、下手したら今日で割り込みあるのかな、今日パターンで割り込みなし、ほう、まあ大丈夫だな、うん、はい、というわけで天国です、これは安心して見れましたよね、よいしょ、まだ戦いそうです、64ゲームで突入塩さん、さっきが最短で駆け抜けましたんで今回500枚程度のメダルが欲しいところでございます、本日は同時でコシャンダイ先生もモンキーの実践を行っているという噂を聞いておりますんで、アンコロダイ先生はモンキー結構打ってますから今回は解説としてはアンコロ先生の見た方が詳細が分かると思います、なのでぜひそちらの方コシャンの設定なんて知らないも見てください、得点100です、うーん、お2番人気全然、3番浜岡賞全然いけます、あーこれ負けたわ、なし、やーべっぺ、あー本当にやばい、逃げ切らんなー、まあ、耐えましょう、当たり自体はしっかり引けてますんで、一山当てるまでの忍耐だなこれ、展開的に非常に危ないところでございますが、なんだか私体がだいぶほてってきましたよ、まんまんする、さあそれというのもですね、その理由はこの後のランチの下りで判明いたします、さあそれでは本日のランチの下り、ほてった体で行かせていただきますよ、本日ですね、はい、展開悪いございます、その理由でございますがガス欠です、私ヒゲンジン、まあいかんせんさえ寝不足が続いておりまして体力低下と、というわけで今回のギルは需要競争にいいものを食べようじゃないかと、大和芋の方を大量に食べましたよ、なんと一挙9本も食べてしまいました、もう話でそうですよ、しかもただの大和芋じゃないですよ、よりですね下半身に効くと言われる、もう形も卑猥なやつですよ、もうこうぐんぐんこんなやつ、こんな形のね、こんな芋、もう極部の形まんまの芋を9本も食べて、もうムヒムヒですよ私今、そう今日食べたのはですね極部芋ムヒーっつって、えもう一回、9本のいやらしい形した極部の形した芋食ってムヒーっつって、そう究極部芋無比さあというわけで、なんとこのタイミング中途半端なところで、だいぶ中途半端なところで最下投手に入ります、懲罰に入らなくなりました、初めて同じ台を打っている気持ちになれません、この子に一体何が起きたんですか、さあというわけで B の天井間近で天井が刺しましたね、これ本当に B 天くせえな、686ゲーム、
ひぃひぃ、701、702、あああ A か、君は A でしたか。さあというわけで最深部が見えてまいりました。最深部である999のゾーンで当たると自害天国が確定していると言われておりますが、その前の950までのところですね、ここが4当たるのか、もうねストッパーゾーンが存在します。まあ、多分これもそこまで引っ張られて、なんで得点もないまま、ただ9夜が回ったんだろうと思います。まあ見ていてください。お、とりあえず950ゲーム以内に残り32ゲームを切ってますが、前兆なし。お、これが前兆か、弱い、 OK。 さあというわけで私自身では初の950ゲームを超えを達成しました。どこまで行けば次回天国確定なんですかね。999を越さなきゃいけないの。この辺で前兆が起きると一応999以内に当たってしまうけど、今のところ大丈夫だな。999以降ってことは67までいけんだな、32足して。これで999いくよね、32足したら。よーし、これクリアしたくせ、何にも前兆の動き今ないですからね。まだ騒ぎ出しません。まあ、999プラス前兆があるんで、999到達してから騒ぎ出す可能性もあるからね。さあというわけで見事天井ストッパーをかいくぐり最深部に到達した模様です。何の鬼も来ておりません。さあというわけで999ゲームを超えました。順調じゃねえよ。順調ですよ、仕上がってきてますよ今。これで V までの奇跡ができましたよ。これ以上深い分はないですからね、こっから上がるだけですよ。さあ皆さん、威厳ジェンの1000ゲーム、ここで今日チェリー威厳ジェンの計画 V 本気劇場、とっとご覧あれ。これ今の今日チェリーが当たってたら次回天国プラスさらに懲罰がついてる可能性ありますからね。1003ゲーム超ユース、皆さんが見たかったらこういうことじゃございませんか。違いますか、こういうことでしょ。行きましたよ、天井きっちり。これ以上は私にもはまらせん。いや、今日パターンで犬飼い畑野、そりゃそうだよ、そりゃそうだよ。というわけで1023ゲーム天井でございます。でまた26本ですから今日は。こんなもんまくったところで小ぶいですよ、小ぶい。たった1300枚ですよね、やってみましょう。威厳ジェンの小ぶい門慶劇場やってみましょう。まあ、テーブルの振り分け選択について天井に得点があるかどうかは分かりません。あ、畑野、
月20いいやないですか。よーしゃい。おーしゃしゃしゃ。セーフ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 。え。いや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 、まあでも出走順がそこそこ良くて、で男カットインで出て赤いベクトですか、もしかしたら復活もある、ないないよないよ、でも第一停止もあるからドンない、なるべく逆、さらに逆境になっただけですよ、まあ、天国が確定してますから、ここでさらに強チャンス目、赤よし、天国は確定してますから、なるべく早く当たってほしいですからね。犬飼さん、ダブルカットイン今日初です、勝ち確定です。クッピー、はい、さあというわけで30ゲーム、ここでも一応上乗せ抽選はされてます。お、先ほどのジャックチェリーで10もらってました。まあこれの待たなきゃ終わりですわ、ついに来ましたピンチ、もうここが私の排水の陣ですよ、はい、お期待高いですよね、 OK、 あっこんなことだと思ったらもう最悪ですよ、もう、おお頑張るよ、ありがとう、はい、せーのチェン、ギリッギリのところで首の皮一枚、こんだけつながりました、こんだけ、うっそさ、あそこで首の皮一枚つながって、お、あそこで首の皮一枚つながって、悶絶の駆け抜け、悶絶悶ですよ、ああある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 、可能性はある、ああ割り込みきた、ハマちゃんハマちゃん、で赤ドンドンドーンバーン、はい、
首の皮3枚ぐらい掴まれました。お、カウボーイ、アリサカウボーイ、うわ、上乗せ、上乗せが欲しい、上乗せが欲しいです。子役が引きたいんだ、子役が下げらない、子役横いらない。おっ、今日チェリー、あー、ジャック、ジャックでもいい、カモンベイビー、ほい、パッパ、弱えな、だな、セイラーライ、最悪の絶望パターン、セイラーライ、セイラーライ、頼む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 、バイバイバイ、さあ、というわけで首の皮がついにちょん切れました。終わった、俺の今日この実戦終わった、これが飲めないともうダメだ。ユーススタートは僕外したことはございません。ただしサンプルが少ないので確定だとは言い切れません。マジで、今日初めて赤まで来ました。なかなか仕上がってきた、はい、20丸、なかなか仕上がってきた、犬飼さん、首の皮は私まだつながっておりました。ダメだと思ったでしょ、そんなすぐ諦めるタイプじゃなかったでしょ今まで。なんとかしてきただろ今までさ、モンキータン簡単なんだから、今から簡単なところを見せますから安心してくださいね。はい、簡単ですよ。さあ、というわけで3連目天井から、まあ、前回のモードを参照して次のモードを充填するタイプではございませんので、毎回天国のチャンスはきっちりありますから、でこうやって語られた時は強いですよね。おお、ダブルロック、チャンス目、久々の全速が、え、また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 、そりゃそうだ、惜しいんだもんねこれ、そうだね、はい、チャンス目で10ってことは来たよ全速、本当だったら見せていない青芝全速を見せるべきなんでしょうけども、ここは勝負、セイラライ、ドド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 、どうなんだろうね、えのきが後ろにいるってことはいいことなのかな。よし、はい、ハマヤあら、あおちゃん出てきたよ、もうあおちゃん確定だもんね、エンゼルあおちゃん、はい、
ほぼ絶望。はい、完璧な知ったかでした。申し訳ございません。懲罰はなんかあるんじゃないのこれ。あるんでしょう。ないないのないよ。結果750枚買ってきた。微妙だなこれ。全く V 字じゃないね。NG 今日は NG スランプですよ。究極 N モンキー。いやーでもチャンスはいっぱいあったのに、あれを伸ばせないようじゃ。一番ダメなのはあの全速ですよね。あれでアリサを選ぶんならきっちり3桁乗せないとダメ。あの辺の空気感が感じ取れないようじゃ本当に二流ですよ。まだほら舞台が揃ってないんですよ。 V 字を大 V 字作るつもりですから、こんな小ぶりなんか求めてないんですよ。まだまだ足んなかったってことでしょ。それ以外に原因が思いつきますか皆さん。これはもう一度傾斜してようと私そうも判断しましたよ。嫌な予感がするって僕が邪魔してます。さあ206ゲームでユースモード。お、あるあるある。ああもう吐きそう。強パターンもうジャクジャクジャクだ。はい、いやー榎木さんに勝ったらなんか今日中で初じゃない下手したら。さあこれが果たして V の底辺なのか。頼むぞ本当によ。何でもいいです。変わんないですよもう画面は。とりあえずまず上乗せしなきゃ意味ないんだから。お、どんだけ AT 中得点約ゼロなんだよ。あ、カコちゃん、で、通常ダメ。これは継続する可能性高いです。今日チャンス目。あー一発いっちゃったね。シュートアウトだな。こんなに強い横をつける人はないんじゃないでしょうか。プラス30で。
これだったら単発で終わってくれよ。あーもうガッグ、それでロゴがなくても天国ありますから。これ今 V 字スランプを作っているまさに最中ですよ。安心してください。ここから見事な V モンキーをきっちり皆様に見せますからね。大丈夫ですよ。めちゃくちゃ中途半端なこと全然始まったぞ。これは期待できるでしょう。73ゲーム優勝。おーっしゃい。大事ザクラ、よっしゃー。だから V 字スランプの V モンキーの最中だって言ったでしょう。本日12回目の初当たり。この V 字にそこはあるんですか。この V 字にそこはあるんですか。究極 V モンキーの満足ですか。見せます、チャートリーダーですよ。見せましょう、そのさらに上を行く。見よう、これが究極ヒゲモンキーだー。見えた、見せない、究極ヒゲモンキー、究極ヒゲモンキー。あーあー V モンキーだって俺には無理だよ。俺どうせ街道界の天賦号だもん、ドボン人だもん。本日のドボンデータ詳細がこちら。どうせ転覆とかですよ、もう人生もドボンでさ、人生もドボンですわー。いらねえよそんなの。もうよこせよもう。本日初期投資、総投資か、30本でございます。回収の方が147倍ということで、最終的なサバイ数が1353枚とマイナスですよ。やってなんで、各種ですね注目ポイントですが、
通常ゲームが3220回して AT が1480かで計4604ゲーム回しまして AT 初当たり12回 268.3 分の1チャンスゾーンも同じくでございます。各種設定推測でございますが、まずは子役確率ジャックチェとボードがガスタンデーと 52.9 分の1これは高設定音出にくいんだっけな、ハンセンが言ってたら。うちの実践データでは6よりも出にくい数値になってますので、はい、続きまして強子役強チェと強チャンスメガスタンデー 209.3 分の1これは強チェがもう全く引けなかったですけど強チャンスメの方は、実践データ上の高設定機になってました。でガスさんが強チェガシを引っ張ったこと悪くなったけど子役確率はまあ両方とも高設定を指してると思っていいんじゃないでしょうか。続きまして、天国移行率1回天井で行った天国は抜きにして全部で11回中のですね、天国6回なんで1個引くから5ということで天国 45.5% もう完璧な高設定だよそして各子役からのチャンスゾーン当選率は、当選したケーキ別に出しておきますこちら。まあどれも多分高設定機でございますよ。はい、というわけで本日つらい紛れもない高設定ですよ。ドボンしちゃいました。ドボン。さあというわけでパチスローモンキーダンス、出すためには設定も大事ですがそれよりも、お礼力と引くべきところで引く、そして筋足中にしっかり子役を引いて伸ばすと、僕みたいに続かずに乗せれないと高設定でも勝てませんよと。はい、というわけで皆様はモンキーターンズ出てても引ければ出せますからがっつり出してやってくださいな。はい、それでは本日も最後にパチスローモンキーターン2の高設定はここに注目しようというポイントをおさらいしてバイバイしたいと思います。文字異性からもバイバイしたい。まずは通常時の声確率、弱子役は低設定音出やすく強子役は高設定音出やすいと逆パターンになっておりますので、弱チェリーとボート、あとは、強チェリーと強チャンス、こちらの合算確率両方をチェックしてください。で私詳しい数字忘れちゃった、コシさんが出してくれた数値出しておきますのでこちら、はい、設定色の目安、はい、はい、これを目安に見切ってください。続きまして天国ボードの移行率ですね、1立派以内のゲーム数での当選を天国と仮定してでございますけども、そちらもですね設定6だともう2回に1回に近い割合で天国になっておりましたんで、まあ天国に全然移行しないたい、こちらの方はですね、低設定が濃厚になってくるんじゃないかと思っていてください。ただし、設定自体も3回に1回ぐらいは天国に行っておりましたので、まあ引き次第では分かんなくなっちゃうかな。天国以外 A と B もですね多分設定差ございますが現状で A と B を見極める方法がございませんので天国移行率のみに注目してください。あとはチャンスゾーンの当選率でございますけどもこちらもですね、各子役実践データ上でございますが目安の数値出しておきますのでこちらを参考にしてください。ぶっちゃけ設定推測結構難しいと思います。見切っても伸ばせなければ負けちゃいますと。皆様はこんなですね DJ のドボン組に入ってこないように頑張ってください。それではですね次回またお会いしましょう。さようドボン。ドボン人でした。